こんにちは。岡三オンライン証券次の一手の時間です。この番組はストックボイスの記者の皆さんが執筆している岡三オンライン証券のレポート。次の一手と連動したマーケット番組です。今日の担当は今野記者になります。よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。 東京すごい雨ですね。うん、大雨ですね。ね<え>雨はまあいいんですけども風が強いのが大変でね。もう今日はせっかくセットした髪が会社に着いたらもうボサボサでっていう女子の皆さん多かったと思います<お>きっと。今日はねだから風横風でいきますからね。はい。そうだから雨はまだ傘さしてればなんとかね別に普通に歩いてればいいんですが横から来るとなかなか防げなくて。 大変なんですがはい、この荒れ模様の天気なんですけれども、うん、まあこのあと夕方ぐらいにかけて関東は続きそうということなので関東地方はね、ね、はい、あと北日本もちょっとまだね気だ天気は荒れ模様でも西日本は今日もう晴れなんですよね、きのうで抜けてきてますからね、はいまあ、関東もあと2、3時間ぐらいじゃないかと思うんですけれども我慢しましょうか。はい そして荒れ模様といえばですけれども、うん、あのやっぱり令和になって相場の方あ荒れ模様だったなと思ってたんですけど、はい、け基本的には荒れ模様いやまだ落ち着いてないでしょう<あれ> <laughs> 今日あたりでもねまだいわゆる不安定な相場が続いてますもんね。 だから方向感がもう一つこう定まってないというか決してなかなかこう今の段階だとまだちょっと積極的に株買いたいなという雰囲気じゃないじゃないですか、うん、正直言ってね。ちょっと心配な材料は特にやはり令和令和もね10連休ありましたけども、はい、だいぶ前のような気もするし最近だったような気もするしで10連休も終わりごろまではずっとね 海外、まあ、アメリカはじめマーケット開いてましたけども、まあ、中国はちょっとお休みだったですがただ見てたらまあなんとか堅調だなっていうふうに見えてましたがまあちょっと平和なな感じだなっていう,そう,そう終わりのところでね一番最後のところでねトランプさんがその中国に対してつぶやくということでえツイッターで、えー、10連休明けは一気に下げちゃったというのが東京市場の動きで。 日経平均株価見ていただくと、はい、最近の動き、ここですよねでここが連休前ですよね4月 26, です、ね4月26で、これが連休明けで5月7日,月7日ここでまあ10連休挟んだわけですが、まあ、連休明け、最初は、ね、そんなにまあ一気に下げて始まったわけじゃないですけども下げて寄ってから下げたということでして、えー、長い陰性になっちゃったという始まりでその後翌日はもう窓を開けて下げたということでして下値切り下げずるずるずると下がっちゃったという日足のチャートですよ。よ で、えー、その後まあ足元多少まあ底打ち感も出てて、まあ、持ち直しにみ底打ちにみではあるんですけれどもただまだちょっと安定したとはちょっと言い切れない感じもあります。はい、で今日あたりなんかでもね まあ、昨日は結局上げたというのはちょっと特殊で、えー、昨日の上昇というのは、本来だったら海外情勢なんか見たら、昨日あたりでも下げてもね、おかしくない外部環境だったと思うんですが、ただ、昨日は東京市場で1、3月期の GDP が発表されまして、はい、しこれ国内独自の材料でね、でこれがまあ小幅マイナスじゃなんじゃないかという市場の予想に対して、まあ、予想外に強めの数字、年率でプラス2.1っていう GDP 成長率が出て、 まあこれがね、えー、先物なんかの買い戻しを誘って、結局、昨日はプラスだったということなんですが、ただちょ,ちょっと特殊な、ねえー、国内の要因が働いたということですから、その世界的な潮流とは、ちょっと昨日はね、違う動きをしたわけですが、で今日はまた、その昨日の欧米、欧米っていうか、その前のアジアから始まりますかね、最近やはりこうアジア、特に中国市場がどうなるかによって、えー、欧米もそれによってかなり振られるとで、東京市場も当然それに反応するという試合が続いてますんで。 で米中摩擦がやはりどうなるかというところは一番キーポイントであることは間違いないですよね。はい、でしかもトランプさん日本に来ますもんね。 週末にいらっしゃいますね,うすね、うん、だからまあそこで何か話が進むとかっていうことで今回はなさそうですけども6月のサミットはちょっとねまた別な話もありますよね習近平さんも来ますから、うん、6月28、29かな大阪でね1か月近く先ですが、はい、そこではあ米中会談ある,んかあるのかないのかおそらくあるんじゃないですかね今のところね。うん そんんな感想がありまますすもねね出てそこで場合によったら急転直下で、えーまあ、一気に解決ということはないにしても、まあ、多少急戦みたいな可能性もまあないではないのかもしれないけれどもでもそこまではなかなかねでも今のこう両国のこうサイドの話伝わってる話などを聞くと環境はだいぶ厳しそうだと水は深そうだと。 いうことですよねでこの間のところもちょっと話まとまりかけたんですけどね最後にやっぱり中国がやっぱりそれは駄目だと無理だというところで引いちゃいましたんで,でトランプさんというかアメリカサイドも中国約束を破ったっていうんでそこで怒りをあらわにして一応短期一応破談とその時はね。 とということになったたで話がまたちょっとややこしくなっってますよね、うん、ちょっと一回あの水を置かないと休憩しないと交渉もなかなか進まないということなんだと思いますがそういう意味では G20 待ちになるかもしれないですよね。とりあえずねだから来週のトランプさんがあ相撲を見たとしてもおそらく話は解決しないでしょうということなんですが、はい、でねただねやっぱりアメリカサイドもお決していい話ではない ですよね貿易摩擦がだんだんこう激しくなって先鋭化するっていうことはねで昨日の株式庁ニューヨーク株式庁の動き見てもいわゆる関連銘柄特にまあファーウェイと取引があるような会社が 売られたということでしてこのところアメリカハイテク株だいぶ下げてきてますからねでファーウェイに対していろいろ半導体などを納入しているような会社だったりあと今度ソフトの話も出てきてますんでね、うん、これもまあグーグルなんかがねソフトを制限するんじゃないかというそうそう使えなくなってしまう,というそうそうこの辺りの話も出てきてそうすると当然アメリカの企業も少なからぬダメージを受けるということになってまあそれで株価なんかも下がってきてるわけですけどもただねアメリカサイドから見ると それぐらいのはやっぱりしょうがないのかもしれないですよねでそのぐらいのダメージはねだから企業サイドもある程度だからそんなにまあ反発してるところもあるんですけどそれはやっぱりやめてほしいって言ってるところももちろんあるんだけれどもでも国全体としてはそんなに強い抵抗抵抗は出てないですよねで企業サイドなんかもある程度仕方ないっていう形で受け入れようとしてるでこれっていうのはやっぱり国策だからなんですよきっとね国<策>アメリカとしての国家としての価値観に基づいてる政策 でこのままいけばだから今の経済成長なんか続けば場合によったら中国がアメリカを抜いて世界一の経済大国になる日もそんな遠くはないんではないかとまあ当初はねそれはおそらくないだろうと中国もだんだんこれから高齢化が進みますしアメリカの方が人口も増加するということなども考えるとまあそれはないだろうとずっとアメリカがこのままスーパーパワーであり続けるんだろうと。 という見方が多かったんですが、はい、ところがやっぱり今の中国のこう成長続いてる状況を見るとなかなかそうも言ってられないと。うん、で、えー、例えば宇宙の開発だったりねあるいは今、うん、あの一番ポイントになってる 5G。 次世代通信規格ねこれなんかでもかなり中国がついろんな技術なんかで先を行ってる部分もあって、えー、特にファーウェイなんか今回一番鍵を握る会社なわけですよ、うん、それのねでその辺りがどんどんこう成長し進んでいくとアメリカが遅れを取るかもしれないそうするともう世界一の超大国スーパーパワーはもうそんな遠くなくあと10年もすればアメリカじゃなくて中国になってしまうかもしれないちょっとライバルの伸びがっていうことですね、うん、でアメリカはそれは許せないわけですよ。 まあそれはなんか分かるようになりますよね当然ねアメリカからすればねまあ今までずっとナンバーワンだったわけですからそうそうアメリカいずナンバーワンじゃなければいけないわけですよだからあ再び偉大な国にしますとトランプさんは言って当選しているわけでだからアメリカがナンバーワンじゃなくなるってことはアメリカにとってアメリカの国民にとっては許せないだからどうするか。 で本来だったらアメリカがそれ以上のだから中国と同じぐらいの成長を続ければねずっと抜かれないわけですけどそして共に成長して同じぐらいの成長でいけばねところが今の足元の状況を見るとなかなかそうはい、いかないわけですよね、かなりアメリカも成熟している部分があるので、えー、だから、そうするとどうするかというとやっぱり相手をある程度こう、まあ、潰すという言い方が正しいかどうかわからないけど抑え込む、まあ、ブレーキをかける、はい、でいわゆるそれが今、具体的に動,って動いていることというのはやっぱりそういうことなんでしょう。そうするとこれはなかなかか そう簡単にあの多少貿易黒字が減ったとかね、えー、そのぐらいじゃすぐ収まる話ではないんではないかということですよ。で一方のじゃあ中国が妥協するかっていうと中国は中国で、えー、習近平さんの掲げる中,国中華民族の偉大な復興っていうのを掲げてますからね。 もうだこれも覇権をもうとにかく世界の、ね、中,国中国人がもともと中国はナンバーワンだったっていう意識があるでしょもともとですよ、はい、欧米がこう取って変わったっていうのはここ2300年ぐらいの話でその前はある意味世界をこうナンバーワンの国は中国だったっていう意識がおそらく彼らの根底にはあるだからその争いっていうのがやっぱりそう簡単に収まらないとするならばこっからの銘柄選別っていうのはやっぱりそれに関連するような銘柄はやっぱりどうしても避けざるを得ない。 っていうのは、まあ、今日あたりでも、まさに、そういう地合いですよね。はい、昨日なんかも、今日なんかでも、そうです。で、そういう方で、で、じゃ、何が足元で、結構しっかりしているのかというと、そういうのと関係ない銘柄。そういうところから、一番、こう、遠いような銘柄ね。 で具体的に言えばまあ内需系のところでえ足元収益が堅調でえまあ別に増益じゃなくてもいいんですよ底堅いとかね堅調でえ貿易摩擦の中の影響を受けにくくてあるいはもっと一番足元で反応がいいのはねやっぱりね自社株買い,自社株買いこれを発表した銘柄がやっぱり一番間違いなく反応はいいですよね。例えばね直近で自社株買い発表したような銘柄でえこういうのがありますねえ三菱自称。 はいね、これ、東のチャート見ていただくと一目瞭然で、まあ、このところあたりまでちょっとね、冴えない展開だったんですけども、これ、自社株買い発表して一気にこう窓を開けて急騰という動きですよね、でこれ、初めてだったんでね、三菱自社の場合、これまでやったことなかったんですが、自社株買いをやりますって発表して一気にこう上昇したという動きなども見られておりましたし、あるいは他にも大きな銘柄ですけど、これもソニーなんかもそうですよね、直近、自社株買い。 ここででまた上げ,上げてると直近ですよね、えーまあ、ソニーは今年一1回すでに2月から3月にかけて自社株買いを1回やってるんですけども2回目とということですよ、ね、そう今年2回目<年> 2> しかも今回規模がその1回目の2倍の規模でやりますという発表だったのでまたこれも、ね、大きく反応したという動きが見られておりましたあるいはまあもう一つ大きい銘柄でいうと NTT なんかも堅調ですねこれも年初来高値昨日今日あたりも高値更新これも、ね、自社株買いを発表して決算に合わせて自社株買いというのが一つ大きな要因として働いてます。 でそう考えるとなかなか外部環境に左右されにくくてつまり自社株買いをしそうなあるいはできそうな銘柄というのがやっぱりここから銘柄選別にあたって注目すべきポイントではないかと視点ではないかというふうに思います。はい、でね自社株買いっていうとだからどういう会社がやるかっていうと。 なかなか足元その財務が良くないって会社はややっぱりやりにくいですよね当然お金に余裕がないとできないわけで今の外部環境を見るとだから投資家一般の投資家、まあ、いわゆる年金だったり外国人だったりあるいは個人投資家もそうですが今のだから外部環境が不透明なんで積極的にお金がなかなか株式市場に今の段階では振り向けにくいという中で一番やっぱりお金自社,株自社の株を買うっていう企業がやっぱり一番ちゃんとお金出しやすいわけですよ。 で自社がもし株価は明らかに割安だなと思ったらやっぱりお金をどこに振り向けるかって考えた場合に自社株買いという判断になるわけで,で例えば、ね、今の外部環境とにかく金利が低いじゃないですか。これもまあ,ある意味世界,景気の世界的にですよまたさらにね景気の先行き不透明感を反映してアメリカの長期金利なんかも今2.4%ぐらいで、ね、かなりこう低めの水準で落ち着いてますしあるいはアメリカも利下げの期待も指摘されると。 で国内の長期金利なんかも,もう今マイナスにもうずっと定着しちゃってますからねだから非常にコストは少ない低いということで、えー、お金のコストが低いだから金利が低いということもありますし一方で株価もだいぶ低い銘柄が多い安いっていうのは何をもって安いかっていろいろありますけども、まあ、利益に対して割安なのは PR ですよね下がるあとは財務とかいわゆる企業の実体面資産に対して割高か割安かを測るのは PBR という指標がありますね、はい、株価純資産倍率 だから資産に対して株価が何倍かで1倍だったらちょうど資産と同じ価,値同じ価格ですよと株価が資産に対して同じ値段ですよって言うんでいわゆるイコール。 資産通りの評価だとということなんですがだから PBR1 倍割れっていうことになると資産がその会社の丸々の資産が例えば1,000億としましょうかそれに対して時価総額が1,000億だったらちょうど1倍ですよね PBR もね。大丈夫で,すでそれを1株ずつで割ったらもあ PBR っていうことだからで、えー、それがだから例えば0.5倍なんていうことになると資産価値だから資産だとその会社の価値は1,000億するのに時価評価,評価は500億しかされてないと。 値段はねでこれ明らかかに割安じゃないですか、はい、そうしたらこれ会社の判断としたらお金がもしある程度キャッシュが余ってる余裕がある会社だったら自社の株を買うっていうのがある意味一番合理的な判断。 なんんかか設備投資とかなんか成長分野があるんだったたらまたいいですよそっちにお金を振り向けてどんどん収益を伸ばしていこうっていうそれも当然お金の使い道としてはいいんですがそう,じそういう余裕があん、ま、そういう方向性があんまりないんだったらあ自社株買いをしてみるというのは非常に有益な投資判断として、えー、経営判断としてあるんじゃないかということなんですね。 ですから、そういう観点で銘柄選別をしていく例えば、ね、今日あたり、ね、株価急騰している銘柄でこの杉本商事という会社があるんですけども。 これなんかね今日昨日自社株買い発表したんですよ、一株純資産2800円ぐらいあって、昨日が株価1800円ぐらい、はい、だから PBR で見ると0.6倍台ということでして、これ、昨日あたり自社株買いを発表したということでして、もともとこれもね非常に財務が良くて、えー、自己消費比率なんかも高いですし、えー、無借金経営だということで、えー、財務的にも余裕があるんで、自社株買いという判断に方もいたんだと思いますが、そういう観点でね、今後、いろいろ銘柄を具体的に選んでいって、絞り込んでいったらいいんではないかと。 いうことでして、えー、あとはいろいろ詳しくはリポートの方で見ていただく,く具体的な参考銘柄ということでいくつか挙げさせていただ,いたいただきたいと思ってますはいありがとうございましたはいありがとうございました次の一手そろそろお別れの時間となりました今野記者の詳しいレポートはですね岡山オンライン証券のウェブサイトに今日夕方に アップの予定となってますのでそちらをぜひチェックしてみてください来週のこの時間は中村記者と一緒にお送りしますそれでは失礼します